エル・ペリオディコでカタルーニャは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナに拠点を置く日韓市。一般的には省略して、エル・ペリオディコと呼ばれる。グルーポセタによって所有され、中道左派の立場を取っている。スペイン語版とカタルーニャ語版という二つの異なる版が発行されている。スペイン版は一面の氏名が赤字に白抜き文字、カタルーニャ語版は青字に白抜き文字であり。 イメージカラーを変更することで、言語版が区別されている。二言語番の合計で12万5千部、日以上が発行されており、スペインのカタルーニャ語圏では、ラバングアルディアに次いで2番目に発行部数の多い、一般紙である。スペイン全体では、エルパイス、20ミヌートス、エルムンド、ラバングアルディアに次ぎ、2011年時点では5番目に、発行部数の多い一般紙である。 エル・ペリオディコのスペイン語番、カタルーニャ語番、競合紙のラ・バングアルディア・カタルーニャ社会主義と結びついた進歩的な新聞を発行することを目的として1978年10月26日、アントニオ・アセンシオ・ピサーロによってエル・ペリオディコの創刊号が発行された。かつてはスペイン語番のみを発行していたが、1997年10月27日に、 カタルーニャ語版の発行を、はじめ、二言語版を同時に発行する体制となった。2015年には1億2000万ユーロの負債を、抱えて、経営破綻の危機にあると報じられた。近年には、カタルーニャ州以外への進出を開始し、スペインの他地域やアンドラ公国などで、姉妹市のエルペリオディック・ダンドラ、エルペリオディコ・デ・アラゴン、エルペリオディコ・デ・エストレマ・ドゥーラ、 エル・ペリオディコ・メディテラネオを発行している。社説や国際情勢などの記事は、エル・ペリオディコでカタルーニャと共有しながら、その土地にあった地域情報を提供している。現在の編集主管である、エンリク・エルナンデスはかつて、エル・パイス・シュ・カタルーニャ版で主管を務めていた。直近の発行責任者だったラファエル・ナダルは、カタルーニャ社会主義の指導者だったジョアキン・ナダルの兄弟である。 1993年の発行部数は185,517部、日。1994年は193,576部、日。2000年は2 1 8万八千部、日。2003年は1 6 7七千部、日。2008年は152,025部、日。2009年は133,265部、日。2010年は133,035部。 日、2011年は119,374部、日だった。2014年の受賞者である、ルシーア・アカラム2000年には、カタラム・モブ・ザ・イヤーを創設し、人気投票によってその年に、功績のあった個人に賞を授与している。ありがとうございます。